皆様こんにちは今回はパワーポイントの図形に関する t i p s 参選をご紹介しますすぐに使えるお手軽で便利な Tips ですので特にフローチャートの作成やプレゼン資料の作成で図形をよく利用するという方是非ご覧くださいそれではまずは縦横比を維持したまま図形を拡大する方法をご紹介しますこちらのスライドをご覧ください プレゼン資料を作っているとこちらの例のように深淵まん丸の図形を挿入したい時がしばしばあります挿入タブの「図形」から丸い図形を選択しスライド上でクリックをするとまん丸の図形が挿入されますこの図形を拡大するために図形の四隅をドラッグするとどれだけ慎重に操作をしても縦か横に長くなりがちで まん丸の形が崩れてしまいます。そこで、図形を選択した状態から shift キーを押しながらドラッグをしましょう。shift キーを押すだけで、元の縦横の比率を保ったまま、図形サイズを変更することができます。図形の比率を微調整する必要がなく、作業時間の短縮につながりますので、ぜひご利用ください。 続いてつつ目は図形の結合についてです。こちらのスライド上のお弁当はパワーポイントに用意されている図形だけを用いて作られたものです例えばこちらのブロッコリーは雲と長方形の図形を結合させて作成可能です手順をご紹介します図形の結合をする前にまずはそれぞれの図形の形を整えましょう まずは雲のの横と縦のサイズを調整します。次に長方形が縦長になるように大きさを変えていきますそして雲の図形と長方形が少し重なるように配置を調整しますここまで操作できましたら合成する図形をコントロールキーを押しながら全て選択し図形の書式のタブの 図形の結合をククリックします。今回は「接合」を選択し2つの図形を1つにしましょうこれでブロッコリーのような形の図形ができましたあとはそれらしい色に図形を塗りつぶしましょうちなみに今利用した「接合」を使うと吹き出しが2つある図形を比較的簡単に作ることができます 今こちらののスライドででは左の人物にだけ吹き出出しが出た状態です右の人物にも吹き出しを出すためにまずはこの吹き出しを CtrlCCtrlV で複製し次にぴったり図形を揃えるために2つの図形を選択した状態で図形の書式タブの配置から左右中央揃えそして上下中央揃えをクリックします。 図形がぴったり揃ったら適当なところをクリックし2つの図形が選択されている状態を一度解除しましょうそして前にある図形前面にある図形を選択し吹き出しの位置を右にずらしますはい今この状態では背面にあるこの吹き出し部分に前面の図形の線が重なってしまっていますなので先ほどと同じくまずは接合する図形を コントロールキーを押しししながら全て選択しましょうちなみに重なる図形を選択する場合は「オブジェクトの選択と表示」から選択ウィンドウを利用するのが便利です。図形を選択できたら図形の結合から「接合」を選択しましょう。さてここで注意点ですが元々の図形にテキストが挿入されている場合。 接合後は接合後の図形に合わせたテキスト配置になりますので接合後にテキストを挿入するのがいいでしょうそして図形の結合には接合以外にも型抜きや重なり抽出そして切り出しなどといったようなことをすることが可能です使い分けることで多種多様な図形を作り出すことができますので是非お試しください それでは最後に図形に名前を付けて保存する方法をご紹介しますまずはこちらのリモートワークに関するスライドをご覧ください左側にあるイメージ図はパワーポイントに用意されているアイコンと吹き出しの図形を組み合わせて作ったものですこの図の組み合わせは今後もリモートワークやオンライン会議に関するスライドを作成する際に使う可能性が高いので 図として名前を付けて保存をしたいと思います方法はまず保存する図形をすべて選択しましょう選択できたら右クリックをし図として保存を選択しますあとは名前を付けて任意の場所に保存しましょう このように図として保存することでスライドを作成するたびに複数のアイコンや図形を挿入し配置を微調整する必要はなく保存した画像を挿入するだけで分かりやすいイメージを利用することができます。作業時間のの短縮になりますのでぜひご利用ください、はいはということで今回はパワーポイントの図形に関する Tips3 選をご紹介しました。 ちょっとしたテクニックを使うことで資料作成をより素早くそして洗練されたものにすることができますのでぜひご活用くださいそれでは今回の動画はここまでですここまでご視聴くださりありがとうございました失礼いたします